お疲れ様です。立学会です。今日はですね、動画の撮影日は7月7日、そして編集日は9月の11日土曜日深夜12時50分をそろそろ回ろうかという時間帯になってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ撮影からだいぶ時間が経ちましたが、ちょっともうこうなってはね、放っておけないので、この動画を編集していきたいと思います。というのがね、何の動画かってもうサムネになってるんですけど、水槽のね配管を変更したんです。でそれがね、非常に効果があったと個人的には思ってます。大事なことで、大事なことなので2回言いました。はい、ということでね、今回は、以前からね、ちょっと水の流れが悪かったというのをね、お伝えしてたと思うんです。このオーバーフローのね、ちょうどパイプのね落ちるところの真横からね、ろ過槽から戻ってきた水が落ちるというね、非常に循環してない水槽、この過密の状態でね、維持してきたのもいよいよ限界だと、まあ、いうことで、いよいよなんですけど配管の変更していきたいと思います。それではね、本編の方にどうぞ。はい、ということでね、今回配管の変更ということになるんで、当然ね、必要な塩ビ管やその他工具ですね、用意していきます。でうちのね、配管関係は水道用の、VP 管ですね、高圧の配管、ちょっとね色が違うんで、あれまた少し特殊なんですけど、まあ、それでね、あとはこのドリル、電動のドリルなんですけど、これを使うんですけど、別にねシャワーパイプ作ってんじゃないんですね。これでね穴開けるんですよ。まあ当然ドリルなんでね。でどこに穴開けるかって話なんですけど、まあ当然ね、水が落ちる場所を変えたいんです。だからオーバーフローのね、配管から一番遠いところに穴を開けたい。要するにね、蓋に穴開けなきゃいけないんですよ。で今落としてるところからだいぶ離れるんで、まあこれを使う。で今回ね、このホールソーはね、木工用のやつでね、径が何パターンも入っててね、まあその中で合うやつを今回使うというような感じですね。まあ特にね、こんなミリで揃えなくても、要するに塩ビ管よりも太い径の穴が開いてれば大丈夫なんで、まあそういう感じでね、ちょっとざっくりサイズを決めてね、やっていくというような形になります。これね、木工用なんですけど、まあアクリルぐらいだったらね、なんとか穴開きます。ただね、当然これいきなりやったんじゃね、アクリルにね穴開く前に割れてしまうんで、下穴をね、開ける必要があると。だからこれね、ドリルにまずはセットするんですね。早く穴開けろよと思っていらっしゃると思うんですけど、塩ビの方もね段取りしていかなきゃいけないんで、まずはまとめてある梱包材とりあえず外して、で長さもね当然合わせて切らなきゃいけないんで、塩ビの位置、まあその辺も合わせてね、まあ現場合わせって言うんですけど、もう物にねスケール当てて、測って、この辺に穴開けたいな、だからこっからここまでなんぼだからっていうのでね、こうやって物を合わせて、まあ位置をもうその場で決めてしまうと。本当だったらね、まあ、C さんにも散々図面描け言っててね、図面描けよって話かもしれないんですけど、まあ、このね塩ビ管切るぐらいだったら図面いらねえやろと、まあ、いうので塩ビ管用のね、ノコギリを、おもむろにね使ってますが、くれぐれもね自分の手足が傷つかないように、皆さんね自宅で DIY される場合はね、注意してください。勢い余ってっていうことはよくある話なんで、僕もねそんなに作業慣れてる方じゃないですけどね。でこれがね塩ビ用の接着剤、これ専用の接着剤、ご存知の方はご存知なんですけど、塩ビってね、まあ、専用の接着剤があるんで、市販の接着剤じゃなくて必ず塩ビ用の接着剤を使用してください。これ確かね溶かすんだったと思うんですよね、塩ビ管自体を。間違ってたらごめんなさい。それでね固まるというかね、まあ、固定する、接着するっていう形になるはずですね。もう本当にちょっとつければね、固まります。で割と早くね固まってくれるんで、もう塗ったらすぐ刺すぐらいのつもりでいないとね。あと蓋もね必ず閉めましょう。一回これ倒して中身ぶちまけたことは大変な目にあったんでね。でこれで位置を決めます。もうだいたいここでいいやろっていうぐらいの感じですね。別にそんな寸法もね自分の水槽でだいたいでいいかなと思ってるんで、だからこうやってバーコードのねシール剥がしとけよって思った方もいると思うんですけど、これ意外とね印使うのに、まあ、たまたま位置あっただけなんですけど、まあ使ってると、まあような感じですね。もしこれねこんなんなかったら、なんなら養生テープ貼ってその上にねマーキングしてあげればいいと思います。
まあ今のはたまたまねシールあったからそのまま書いただけなんで、でも現地でねこうやって寸法合わせて、まあ長きはもう一回ね外して切るということで、一回切ったからってもうこれで OK で接着しないでね、必ず仮にね1ギメとか1合わせをして、それから次のステップに進むようにしましょう。でこのね、まあ当然オーバーフローのポンプからね組み上げてるんで、もうこのポンプをね一回電源切らなきゃいかん。でこのポンプからろ過装の中に水があると溢れちゃうんで、オーバーフローの場合はろ過装の水も抜いておく必要があるんで、その辺もね、忘れて間違ってもねろ過装に水のある状態で、配管を外すことがないようにしてください。で今ね夕方になってたやつは、あれはもともと使ってるやつなんですけど、位置が変わるんでこんなところにあんなの入らないんでね。でここにも直接マーキングします。だいたいこの辺っていう位置、もうここの辺りかなって、もう結構私は際の方にしました。何しろ一番遠いところにしたい。オーバーフローのね管から一番遠いところに穴を開けて、そこから綺麗な水を戻すと。で全体の汚れた水槽内の全体の汚れた水をその綺麗な水で押してあげるイメージですよね、水の流れ的には、まあ、そういったイメージを持って一応、まあ、決めると。でドリルで下穴をまず開けます。ホールソーもね真ん中にあのドリルついてるんですけど、あれじゃねでかすぎてすぐに穴開かないんですよ。アクリルってね扱ったことある人分かると思うんですけど、結構ねひび入ったり割れたりすることがあるんで、必ず下穴を開けた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。まあプロの人がいてね、いやそんなのアクリル用のカッターを使えばいいのにとかって言われるかもしれないんですけど、私は DIY でこういうねあり合わせで工具も使ってますんで、一応それなりのね、まあ、工夫というか、まあ、下穴開けるのは結構ねどこでもやるんですけど、初めての方だとそういうのってやらないというか、ね、気づかないこともあると思うんで、この辺はね、必ずやるようにしてください。でそれからね、センターで、ホールスの真ん中のドリルのねあの刃の部分を合わせて、あとはねもうゆっくりゆっくりでいいんで、時間かけてね、ちょっとずつ削れればいいんで、急ぐ必要もないんで、あまり無理にやると本当にバキッといくんで、そういうことがないようにね、まあ、慎重にこの辺押し当てていくというような感じですね。まあ木工用なんで、そんなねこういうプラとか、まあ、アクリル用じゃないんで、ちょっと時間はかかってますけどね、これでも全然開けることは、できます。でもしね穴の径がちっちゃかった、ちょうどいいのがなかったらさ、少しねグリグリグリっと、まあ力技ですけど周りをまあちょっと削ってあげればいいかなっていうぐらいですね。もうこんなんですぐ開いちゃいましたね。これカットしてなかったと思うんで、多分まんまだ数分ですね、 2,3 分あればまあ穴1個ぐらいは開く。で地組っていうか岡組っていうかね、まああの下で組んであったね、塩ビ管をまあそのままね接続して、元の位置というかね新しい位置ですね、失礼、新しい位置にセットしていきます。まあ作業としては単純なんですけどね、この蓋の上に塩ビ管やりたくなかったんですよ。なんでかっていうと、まあ、日々のメンテナンスで蓋外すのにいちいちこの下のポンプ止めて蓋外さないかんっていうのね、塩ビ管外してね、すごい億劫だったんで手かけてなかったんですよ。だからもっと綺麗に配管したいなっていう思いはあったんですけど、もう水が汚いの許せんのが先に来ちゃいましたね。まあ直後はこんな状態ですよね。当たり前だけど一回水止めてましたし、まあ、配管の位置も変わってね、ちょっとゴミが舞ってるというような、状況にはなってます。でもこれがねピッカイチっていうかね、本当に水の流れって大事だねっていうのをね実感しました、今回特にね。まあ、あの以前ねミーナさんのお宅に伺った時もやっぱり、ね、水は回さなきゃダメだよっていうね、お話されてたと思うんですよね。だからミニラ水、いわゆるね極みですとかね、源ですかね、あとは雫なんていうね、ミニラさんが販売されている商品をね、使われている方はね、まあよくご存知だと思うんですけど、ちゃんとね水を端から端まで回してあげるっていうその水槽のシステムをねきちんと組んであげれば、まあかなり変わるというところですよね。まあ分かってはいたんですけど、しばらく持ってたんでいいかなってちょっと横着しただけです。でちなみにですね、まあ今日が9月の17日なんですけど、でこの動画は7月の7日に撮影して、まあ、2ヶ月ちょい放置したんですけど、実はねろ過装も最近忙しくて全然掃除できなくて1ヶ月ぐらい放置してます。最近もう本当にいろんなことが忙しくて、全然あの水換え以外ほとんど何もできてないっていう状態なんですけどね、まあ、それでもねあの持つんだよこのろ過はみたいなのをね、ちょっとまあ後日ね、まあ、結果的に1ヶ月やってしまったがどうだった的な動画も出してみたいなーなんて思ってます。じゃあね実際水回してみて、これがねどんだけクリアになったのかはね、まあとりあえず見ていただきましょう。どうぞ。どうですかこれ、全然違うでしょ。
まあ撮影方法がねちょっと違うから分かりにくかったのはあると思うんです。さっきのやつと今のやつね、ちょっと撮影方法が違って、設定がねちょっといろいろと最近動画撮影も試行錯誤のねちょっと時期を迎えてまして、ちょっといろんなことをね取り組みとしてやってる関係で、どうしてもねちょっと絵が違っちゃうのは申し訳ないんですけど、でもまあ多分ね、透明度っていう意味ではね、こっちの方が、まあこれ取って、いわゆる取って出しなんですけど、伝わるかなと、まあいうところですね。で、非常にね、なんだろう、今までね、もやってたんですよ。若干ね。白いもやみたいなのがかかってるような状況だったんですけど、やっぱりね、まあ水の流れを見直せば、まあこうなると、まあいうところですね。今ね、左側に緑のパイプ見えてると思うんですね。パイプっていうか、そのホースなんですけど、まあそのね、あたりから綺麗になった、ろ過層を通ってきた水がね落ちてくると。で、左の上の方から水が下に落ちて、その水がね地域水を押して、右のね、まあ、オーバーフローするためと言いますかね、まあ、いわゆるフロー管ですよね、下に落ちる、まあ、配管があるんですけど、まあ、そちらの方に地域水を寄せて、下に落として、でろ過層を通って綺麗になって、また左上から戻ってくると、まあそういうね水の流れ、これをね見直しただけなんですけどね、ちょっとねよりも見ていただきたいと思います。でこちらがねよりの映像なんですけど、どうですか、水面はもう鏡のよう、水がねまるでないかのように、これだけのね光栄でもバッしりね透明度を保つことができると、まあいうのがね私の水槽のやり方、ろ過のやり方ですかね、水槽というかなんですね。まあ前はねその配管の変更なんかしなくても、オーバーフローの配管がそもそも左側にあったんでそのまんまだったんですけどね、まあ今回はね水槽の入れ替え後いつかやんなきゃいけないなと思ってたことをねやったというところではありますね。じゃあねちょっとフロー管から落ちるところも見てもらいましょう。それがこちらです。かなりね綺麗だと思います。まあフロー管はちょっと汚いんだけどね、使ってるからね、まあ中古だし、まあでもねこれだけね綺麗にね水が落ちてくれればね十分じゃないかなと思います。ということでね、まあ今回、まあ前回ね、前回っつってもちょっと前になっちゃうんですけど、生物露材ね頭きたから全部入れ替えたってやったんですけど、多分ですけど生物露材云々よりは、まあこっちのね、まあ水の流れ的な部分、そっちの方が大きかったのかなと思います。もしね何ていうんですかね、水槽の水がちょっと曇ってるなとか、なんかうっすら白濁してる気がするなとかって思われる方は、ぜひですね、まあ水の流れをね一度見直してみると、もしかしたら改善するかもしれないですね。まあこれはね、どこに原因があるかっていうところにはね、もちろん話はなってきますんで、そういったところはね一個一個潰していかなきゃいけないんですけど、まあ、可能性の一つとして、まあ、水の流れの見直しっていうのは有効な、まあ、手段の一つであるということは、まあ、私のこの水槽を持って証明できたかなと思います。まあ以前もねろ過のお悩み相談室なんてやってたんですけどね、まあ自分でねやんなきゃいけないことを分かってて放置しててこれだったんだから、まあある意味でね、まあやっぱりやることやっとけばっていうところだと思います。ただねやっぱどうしてもね分かんない時ってあるんですよ。だからこれでもし私も水のそのキレが悪いとか曇りが取れないとかなったら、いよいよもうこれどうしようかなって悩んでしまうところだったんで、まあなんとかね、まあ理屈としてはまあそうだよねっていうところで収まってくれて非常にありがたかったっていうのが、まあ、本音ではあります。まあ前回までやってたというか以前までやってたね、お悩み相談室ももしねまたちょっと相談乗ってくださいって、実はねいろいろ DM いただいたりしてるんですよ。ただちょっと時間がなくて、それをネタにね、して動画にして、じゃあちょっとちゃんと説明しますよというよりは、もうその場でやり取りして終わらせてることが結構多いんで、もしね、動画でちょっと説明してくださいっていうご意見いただくようであれば、ろ過の悩み相談室もねまたね時間を取って、制作の方もしていきたいと思いますんで、もしね自分ちょっとねこの水槽でろ過悩んでるんですよって、特にまあオーバーフローだったら相談に乗りやすいんですけどね、まあ上部でも、まあその辺はねどんなシステムを使ってるかっていうのをよくお話伺って、少しでもねその方の水槽の環境がね、まあ、よくなるようにできたらいいなと思いますんで、もしよかったら、まあ、そういったねコメントの方もいただければと思います。はい、ということでね、今回はろ過層のね、配管、ろ過層の配管、まあろ過層の配管ですけどね、まあ要するに水回りのね、流れを改善することで劇的に水の透明度が上がったと、まあそういうね、動画になりました。もしね今回の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。またね、ろ過関係もねかなり頑張ってやってますし、その他ねショップ巡り、あるいはね、マニアさん宅の訪問、まあそういったこともやってますんで、興味があればですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。